異界での激闘が東卓軍はすでに敵襲の伝令があって駆けつけましたが、すでに誰かが交戦中のようですね。俺たちも出よう。烈火のごとく攻め立てるんだ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。やるじゃねえかお前。確かにさっきの連中とは違うみたいだな。君って強いんだな。話ぐらいは聞いてあげようかな。なんて腕前だ。ぜひ俺たちの仲間になってくれ。いいぜと言いたいとこだけどよ、邪魔するやつがまだいっぱいいるからな。貴様ら好き放題暴れおって皆殺しにしてくれるわ。じゃあみんなで切りまくろ。きっと綺麗だろうな。長年磨いてきた知力、味わうがよいぜ。結構やるな。その調子でいけ。すぐに終わりにしてやるぜ。いい調子ですね。このまま倒していきましょう。我が部に挑め。随分気合入ってるな。けど剣の道を極めるのは俺だ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。俺に勝てると思ってんのか。行くぞ。敵陣を一気に粉砕する。ダメだ、まだまだ切り足りないよ。僕をもっと救ってあげたいよ。この世界でもそんな調子かよ小次郎。だが剣の腕は認めるしかねえ。すぐに終わりにしてやるぜ。まだまだこの程度では終わりません。勝利のためにも突き進みます。へえ、綺麗に切ってあげられたようだね。僕もっと頑張らないと。すごすぎる。俺ももっと闘志を燃やして挑むしかない。危ない。待つ、今行くぞ。お前結構やるな。その調子で行け。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。お前結構やるな。その調子で行け。いざ戦わん。強さ。ここは引く。いざ戦わん。私がお相手いたしましょう。覚悟なさってください。負けた真似をしろって許さんぞ。わしがじきじきに切り刻んでくれる。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。私の相手です。よし、片付いた。
二人ともこれで一緒に来てくれるな。ああいいぜ、どうせ帰る場所もねえし、それにお前たちと行けば何かつかめるかもしれねえ。武蔵が行くなら僕もついていくよ。君たちの気にっぷり結構良かったしね。君たちの気にっぷりすごい。リクソン、さっきは熱くなってて気づかない。心配無用だ、こいつはちょっとか。では武蔵殿に小次郎殿のお目付け役になってもらいましょう。よかったね武蔵、ま、なんだよ、二人きりの旅が終わったと思ったらまた極めるぜ剣。僕が切ってあげるよ。すべては私の思い込み。ねえねえ、知ってる？異界の七不思議ってやつ。なんか足超古い。え？あ、俺ちょ。あ、もしかして怖い？あ、俺に怖えもん。さすが、本当嬉しいんですけど。戦場。